痴漢に赴任してからですねあの、いろいろな方のところへ、まあ、役所の長官とかですね、養、え、老、ー、の、いわゆる養老の方のところに挨拶に行くわけですけれども、私がそのある役所の長官、数企業ですけど、のところにお尋ねしたときに、どぎもを抜かれたことがあります。あの今日あの、えー、いらしてる大使の あの昔上司に当たられたトランさんというカーディナル元外務長官をやっておられましたけどこの方のところにお尋ねした時にトランさんはこう言われました上野さんあなたはその文,明交流文明対話をしたいということで来られたそうだけどあなたが文明対話をしたいということで力を選んだのは非常に正しいなぜかといえば我々が 文明を築いてきてきからだと私は,それそれはすでに40年ぐらい外交官をやっておりましたけどもまあアメリカとかヨーロッパにもいましたけど自分たちが文明を築いたと豪語する人は初めてです。で今まではそのほかにあったことはありません。バチカンというのはバチカンカトリック教会はですねモダ,ニズムモダニズムといいますか啓蒙思想全盛の今日。 その影響力を低下させているように見えますがしかしその啓蒙思想、まあ、啓蒙思想って簡単に言うと形を変えたキリスト教なんですよね啓蒙思想教といった方がいいのかもしれない,こ,ういうこれを残すことでその連続性は悲しもないですけれども自分たちのレガシーをそのヨーロッパを通じて世界中に提供しておると。 西欧には西ヨーロッパにはですねバチカン型の,の DNA が随所に残ってるただまあ世界標準というものにこだわる彼らの,そのマインドセットっていうのはですね日本人から見るとちょっと苦手な部分ではないかとこういうふうに思いますえー、最初に申し上げましたようにこの後から後からこう霧が出てくるバチカン、まあ、日本もそうらしいんですけれども そういう対象に非常に意味のある、文明力のあるバチカですから、意味のあるところだと思いますが、そこに果敢に切り込んでおられる今日の先生方に敬意を表し、また主催者、あるいは協賛者の皆様に敬意を表して、私のなんて言いますかね、ご報告とさせていただきます。 え実は今年この法棟書があの書かれてから400年という、えー、その節目の年でもあり、まあ、タイムリーでした去年だったらあの来年なんですけどというところでしたけども、えー、その法棟書ですねあのこれからあの見ていきたいと思うんですけども今日フォーカスしています <laughs> あの都の法棟書なんですけどもこれだけ実は他の法棟書と全く違う実は元壁もちろん元壁なんですけども これ金を泥のであの彩色してるんですね。でるんです、ね、で本当に美しいものです。今度バチカンの,あの美術展がある時に持ってきてくださいと言ってるんですけどコロナで来てくれるかどうか分かりませんけれどもとにかく工芸品としても非常にあの価値が高いと思われます私は思ってます。えー なぜじゃあ京都とかそういうところだけにこの金箔が使われたのかってやはりあのお寺の修復とかの伝統があったっていうこともありますしとにかく宮古地区のこの宝書見た目あの他の長崎有馬も非常に緻密に書いてあるんですけどもやはり工芸品としてはこれがもう、えーあのえー、随地ですね。そして まあ、結論として言えることはですね、えー、京都、大阪、堺、伏見のこの宝刀書からどんな史実が導き出されますかということですね。16、17世紀にキリスト教を受け入れた日本人とはどのような人々だったんでしょうか大名とかですね、そういう人ではなくて、えー、一般の人々はどんな人だったんでしょうかという話です。でそこで、 多くは都市在住の武士とか貴族貴人とか、まあ、空家さんですねそれから庶民商工者として位置づけられる、まあ、社会の中上流層であったということは確実に言えることですね。そしてこの上流層の人たちが身の危険を感じながらも社会の最下層の極貧者の救済に当たってたというそういう図式です。 よくあのキリスト教は貧しい人たちの宗教だって言われるんですけどこれは誤解で貧しい人たちを心に留める宗教なんです <laughs> あのローマ帝国も同じですがこの人たちが社会的に力を持ったからキリスト教との発展できたわけですけどもその人たちが何をやってたかっていうと一番困ってる一番大変な人たちを 思いやりなさいっていうこの聖書の教えをしに従って生きるっていうのが彼らの一つの目標になってました。自分たちが大変なのにそれをやってるんですね。ここに私はすごいあの大きな意義を感じるわけですけども、でその人たちはシュステムを持って結びつきを持ってました。ミゼリコルジアですかねミ。ミゼリコルジアをのモデルとした共同体ですが。 そして、その人々をローマ教皇は絶対に忘れていない、いつも心にかけていますということですね、そして最終的にこの法灯書、一番初めに示しました法灯書は、えー、日本人と教皇の絆の証であると、そう結論付けられると私は考えています。今日はこれで、えー、終わりりたた。いいいとと思まます。ごご聴ありがとうございました 本日はバチカン所蔵資料に見る不況理念ということでお話をしたいと思います。バチカン図書館には2点の日本関係資料がありまでこれ以外にもあるんですけれども今日はですねこの2点これが日本の不況というものを非常に象徴的に表すものであるだけにこの資料について見てみたいと思います。 でバレッと写本、3スのご作業、これはあのキリシタン版の3スのご作業のうち抜き書きと関わると、でこういったものからです、ね、今日、あの先ほど簡単にご紹介しましたように、カトリック聖人伝における位置づけが可能であると、これは個々の問題について研究を深めると同時に、かなり大きな、まあ、立ちあの問題として、そしてあの、まあ あの大きな広い地域をですね対象に全体を俯瞰することが必要であろうと思われます。そして第2、ペドロ・ゴメスの講義要項、これはあの日本向けの、失礼、進学でありますが、これはトマス進学の入門書であります。で、アスピルクエータの天草版、さあ、海底の長崎版、こういったものとも関わってくる。 つまり、日本で,です、ね、入門書であるというところから、その進学、さらにはこのです、ね、実際的な問題ということで、良心問題の事例集と密接に関係するものであるということが言えるわけです。でそこからです、ね、この研究というもの、これが日本における倫理の解明に寄与するはずであると、このように考えられます。 まあそこからですね、この意味というものにつきましては、バレト・シャフォン・サントスのご作業は、キリシタンの教えを日本人の感情に訴えるものとして、そして、ゴメスの講義要項は、教えをです、ね、日本人に理論的に説明するものとして、それぞれイエズス会の布教理念を体現している重要な作品であるということが言えるかと思います。でそれだけににですね、様々なものに関係し、 非常に、えー、まあ広がりを持った大変な広がりを持った資料であるだけに今後のですね研究というものをこれを続ける必要があるであろうとそのように考えております、えー。私のお話は以上です。ご清聴ありがとうございました。私はあのこれから。えー まあ、バチカンとの出会い450年よりさらに少し遡って、えー、こ,のこの時代日本人が南蛮人と呼んだ人たちがどのような思いを抱いて、えー、はるばる地球の反対側まで、えー、トラ来したのかということ、えー、このことを2つのキーワードをもとに、えー、考えたいというふうに思います、えー。キーワードというのは「世界分割と世界不況というそういう2つの言葉であります。 まあ、いわゆる大航海時代において、えーまあ、西洋が出した言説というものはいくつか皆さんご同時の通りだと思います。まあ、一つは発見という概念でありますとかあるいは戦友あるいは戦線という言葉がございますけれどもこの時代にもう一つの言説として世界分割あるいは私は分解と呼んでいるんですけれどもこの言説について先にお話をしていきたいと思います。 世界分割と裏表になっていたのが世界布教であります。先ほど申し上げたように、世界分割の法的基盤となったのは、まあ、教皇勅書でありまして、その教皇勅書類は13世紀のホステンシスらが唱えた教皇権至上主義に基づいております。すなわち、非キリスト教世界の支配権が神からキリストペテロを経て歴代教皇に伝わったとする まあ非常にこう最右翼ともいえるまあ議論でありましてそれに立脚しているというふうに言えますこのように教皇庁から贈与された権利というものは一方で海外教会の設立あるいは聖職者への支援という義務と抱き合わせでありますただしこの義務は同時に権利でもあったということは重要なポイントですつまりスペインおよびポルトガル王室は 海外協会の統括権及び聖職者の推薦権事実上の任命権をこれによって得ることができたからです注目したいのはこのマカオ司教区です1575年にマカオ市教区が設立されましたでこの時マカオ市教区に、えー、編入されたのが日本であります1 5 7 5年というと信長が長篠の,の合戦で 勝利を収めたた時期でありましたこの時不況、えー、保護権下に日本が入ったということはすなわち世界分割に照らして言えば日本があのポルトガル王の征服予定領域とされたということと等しい話です。でこれ以降ポルトガルが先行するわけですけれども先ほど申し上げたようにマ,ラあのマニラとこのアカプルコの間の えー、航路というものがこのマカオ市記憶ができる10年前に設立,設立、まあ、成立しておりますので、えー、スペイン系のこの宣教師たちも日本に入ってくることになりますマ,カオあのマニラ系でですねそのために16世紀末から17世紀初頭、えー、ポルトガル語支援下のイエズス会士と一方はスペイン語の支配下、えー、支援下にある多髪修道会士フランシスコ会であるとか ドミニコ会などの多活修道開始がこれ以降この時期ですね世界分割と不況保護権というものを背負った形で日本不況を争い合うということになってまいります、まあ、あのつまり簡単に言うと世界分割と世界不況は表裏一体背中合わせであったということが言えようかと思いますご清聴ありがとうございました 私は近世イタリア史研究者として本プロジェクトでは私が研究対象としている時代に教皇庁を訪れた天生・軽調施設関連資料の再調査を担当し計2回現地調査を行いましたバチカンに残る両施設関連の資料はすでに大日本資料にて編集されていますが今回の現地調査では一部大日本資料に未掲載の進出資料の存在を確認し また、大日本資料に掲載の資料でも、現在までに所蔵番号や資料の名前が変わっているものが多く確認されたため、現在の所蔵番号での目録の一覧化を進めています。また、それと同時に再調査の過程で、既存の研究では日本の事例のみを抜き出し、個別に扱ってきたために、資料が形成された当時の教皇庁側の時代的コンテクストから切り離されてきたという課題を実感しました。 そこで本報告では、資料の前後の文脈に注目し、近世教皇庁の外交システムの中に日本施設を位置づけ、当時のヨーロッパのコンテクストの中での日本施設の受け入れ状況を再考することを目指します。また、16世紀、17世紀という時代は、幸運にも教皇庁に日本以外のヨーロッパ外からの施設が訪れており、それらの施設との比較検討を行うことによって、最終的にバチカンが見た日本、 さらには同時代の教皇の世界認識の一端を明らかにすることを目指したいと思います。天章施設がどれほど当時の教皇庁にインパクトを与えたのかを裏付ける進出資料を最後にご紹介して発表を終わりたいと思います。今、スライドでお見せしているこちらの資料は今回の調査の過程で偶然発見されたものです。この資料自体は教皇のもとに各地から寄せられる教会関係者からの請願の写しなので内容は何ら天章施設に関係ないものの、 注目すべきは頭文字の飾り文字の中の装飾に今日日本の施設が教皇庁に到来したというふうに書かれている点ですこれはこの控えを書いていた書記官がその日に起きた印象的な事柄を飾り文字に書いたためだと考えられます まさに教皇庁の中で日々黙々と実務をこなす書記官の心にも衝撃を与えたニュースであった転生施設の到来は輝かしい記憶として教皇庁の記録の中に今も語り継がれていることをわ々に語りかけてくれる非常に貴重な資料と言えるかと思います。以上で私の報告を終わりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました え本日はあの私個人の研究というわけではなくえここに挙げましたアドゥティズ病部探索ネットワークというですねこのプロジェクトの、えー、代表いたしましてご報告させていただきますあのこのような機会を与えていただきましたプロジェクトの皆様関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。え発端はですねあの公的な、えー、事業として旧、えー えー、滋賀県の旧安土町がです、ねえー、この安土城を描いたといわれる屏風の探索プロジェクトを始めたというところに端を発します。 安土城を書いたその永徳の屏風というものの存在そしてそれが教皇庁に献上されたということは知られていたんですけれども実際献上された後行方不明というだけでその後どこにあるかどうなったのかということをしっかり調べたということがまあなかったわけですね。そこで まああの同時代の資料等々をまず目録から始めて調査ということをいたしましてこの2007年の調査の段階ではこれがバチカン宮殿内の地図の画廊に1592年の夏までにはあったんじゃないかという根拠が得られましたがその後あの継続する調査というものがそこで途絶えてしまったのでえまあ分からなかったんですね。 でもう少しもあの別の人たちがやり取りしたんじゃないかということで、まあ、他もまあ調べていきますとパドバにはメルクリアーレ・ピネーリという人を中心とする東洋学者のネットワークの核が一つありましたその中のですねピネーリが持っていた書簡というものが現在ビブリオテーカンブロジアーナに残されているんですけどもそこに進出資料が今回あの、まあ、新しく見つかりました。ここによりますすとですね 屏風そのものが日本王国の2つの重要な都市の様子を道路と建物をすべて描いた杉のパネルからの2点の絵画というふうに書いてありましてどこかの段階で杉材の支持体で裏打ちされた可能性が高いつまりあの開く可能性はあるんですけども紙じゃない形で残っている可能性も高いということが一つ分かりました。 それからですね、このピネリの文と文書を調べていくと教皇が天正慶応施設がローマに稽行、えー、したものがですね屏風のほかに踏み台とかすずり箱とかあるいは教皇以外の人に用人に送られたものもいくつかあの。す。 実際のものがあるということがまあ分かったというのが一つの成果ですというわけで屏風そのものにはまだ遠く手が届かないところにおりますがそのどこにはなかったどこにある可能性があるということをこう絞り込んでいくことによってですね今後またその屏風が与えた日本あるいはアジアへの関心の高まりの具合その情報がどういうふうに誰が見たかもしれない誰が書き残したかもしれないということを含めまして今後も活動を続けていきたいと考えています。 おります。以上で終わりいたしますありがとうございましたまずはこのような大規模な研究チームでの調査並びに本日の報告の機会を提供してくださった門川文化振興財団門川通彦会長その他関係閣議に厚くお礼を申し上げますタイトルに使いました日本のぶどう畑というのは先ほど原田さんも 勉強研究されたと思いますが、新約聖書に登場する例え話で、神の国の到来はまあイ,スイスラエルだけのものではなくて、それにふさわしい身を結ぶ民族、異邦人たちにも与えられることを告げています。えすなわち、えーまあ、イエズスカイ料にはこの、えー、繰り返し、この神の日本のブドウ畑という表現が登場します。えー、それはは実際には、えー、この ぶど,うをぶどう園を任されて収穫すなわち不況成果をきちんと収めるはずの良い農夫たちである宣教師たちの間にも方針の不一致があったということを、えーまあ、今日は見ていきたいというふうに思っています。まあ、本,本、えー、研究というのは、えー、この先行研究から、えー、これらの内容を整理して関連するバチカン資料を紹介したいというふうに考えるものです。えー でまあ、より詳細には、もう先ほどすでにデマルカシオンや不況保護権については、合田先生が詳細の報告をされましたし、その他、ここに挙げましたような先行研究が多くのことを与えてくれます。ここでは、それなりに居室不況性証文書館などの資料の紹介と、それらの間の整合についての試みというふうに見ていきたいと思います。 シンポジウム全体のタイトル「バチカンに眠る日本の記憶」に関連づけて今一度おさらいしましょうバチカンはさまざまなルートから日本情報を収集していたことがわかります報告者は今回地理的な情報に注目しましたがコロナ後にはコリアードが1630年に不協定書に提出されとされ,される幻の地図先行研究ではその宙がなく所在がわからないものがあるんですけれどもそれを求めて再調査をしたいと考えています 日本情報と一,つに一口に言いますが、えー、今回の報告では他の報告者が利用する、えー、バチカン首都、えー、文書館の資料は全然ありません当然ながらバチカンでは特に各文書館の所蔵が、えー、全く違う内容でありそれぞれの文書館の設立背景などが分か,分からないといけないということを非常に強く感じました、えー そして不調聖,聖書の資料自体は古くからその存在が知られているのですがこれまでの目録を更新しつつある本プロジェクトの協力者のアンデル・ア・チチルキアさんの成果を融合活用したいと考えています今回はまずはバチカン資料の膨大さを感じつつ情報で伝達経路の確認を行いましたそして最後に日本のブドウ畑がバチカンの改革の最初の一事例すなわち不調聖書ができたことによる えーまあ、そのことによって日本、バチカンが日本の不、えー、教方法を規定したという、昔からの両国の間のつながりを確認することができました、えー、ありがとうございました。 のののの殉教者絵というのは近世に作られたものでえ、実はヨーロッパに数十、えー、現在のところ確認されておりまして現在の東欧の方でもどんどんあの確認が進んでおります。 で日本人殉教者関連の絵というのは、まあ、教会にあった絵だけではなくて本の中の挿絵でも、えー、よく出てくるんですけれども例えば午前中に浅見先生がまあ引用されておりましたカルディンの絵でもそうですしそれ以外にもたくさんの書物が、えー、出版されております。 えー、そこで、えー、一つ大きな疑問が出てくるわけですね、このようなヨーロッパの文化的なコンテクストの中で、なぜ17世紀の半ばから日本の殉教者のイメージが、えー、多く見られるのかということなんですね。で、このイメージの根源となる根拠を作ってくれたのが、えー、今回のシンポジウムのテーマであるバチカンです。 で今回私が扱う長崎26世人彼らが劣,服劣勢されていく歩みを、まあ、大まかに、えー、見てみますとこのような形になります、まあ、あのご存知の方も多いと思いますけれども1587年にバテレン追放令といわれる、えー、法律が出てその後ずっともう、えー キリスト教がその前の時代のように自由に広がるということはできなくてどんどん制限をかけられていく逮捕されていくキリスト教が信仰が、まあ、禁止の対象になっていく締め付けられていく時代に突入していくわけですでその最初の有名な殉教者このとなったのが、まあ、長崎26殉教者聖人で知られる人たちですね。 でえー、京都で逮捕された、まあ、フランシスコ会とイエジス会の宣教師その関係者総勢26人が長崎へ移送されて公開処刑されていますでその死後わずか30年で劣福という形で、まあ、限定的な条件でもありますがミサをあげることが許されるようになるでこの後、まあと日本の殉教者をどんどん劣福させたい劣勢させたいという活動が盛んになるんですけれども 一旦この殉教者の殉教を認める公式見解が出た後で再び明治維新の直前に再選挙が目指,目指されるその直前に、えー、再びこの26世人が取り上げられ劣勢されるという流れになっています厳格化され始めた時の劣福制度というものをのっとってわずか30年で、えー 劣勢,され劣勢されたのがに長崎の26殉教者ということになりますで彼らは対抗宗教改革後初めて公認された殉教者の先生なんですねですので、えー、ヨーロッパの中を見ても世界的に見ても極めて特殊なんですねで1597年に長崎で貼り付けになって処刑されており、まあ、イエズス会とフランシスコ会の修道士 そしておよび彼らに付き従った人々で構成されていますで驚くべきことに、まあ、ほとんどは名もない平民の信徒たちだったんですね先ほど申し上げた通り政治になる人というのは高位聖職者であったりとかお国、えー、貴族も多かったんですけれども、えー、この改革後の,その最初の殉教者の生成というのが、まあ、平民の人たちだったしかもですね、えー、日本人をほとんど つまりヨーロッパ人でではないんですねヨーロッパの宣教師だけでなく日本人そして非ヨーロッパ地域の宣教者も含まれていますえ出身地域を見ますと、まあ、当時は国家という枠組みがあったかどうかも定かではないところもあるので地域で申し上げると日本列島朝鮮半島中国大陸インドア大陸中米ヨーロッパえこれだけの出身の人たちが集まったのがこの26人の 殉教者たち、つまり大航海時代以後のカトリック教会のグロ,ーバル的グローバルな広がりというものを体現しているようなそういうグループでありました26世人の名前を関してはこの聖堂でその近況後の隔離、まあ、キリシタンとそれからカトリック教会の神父が、えー、再びめまえることができたというのは、まあ、私は歴史的偶然としてはできすぎた話なのではないかと、えー、そういうふうな考えを持っております。はい ご清聴ありがとうございましたさて南蛮貿易が終了した頃の海域アジアの交通網はおよそこのような状況でした赤のラインがポルトガルの船が行き来するもので黄色が中国人の商人そして最もアジアの海で覇権を握っていたのがブルーで示しました オランダ東の会社となりますこのように海域アジアの交通網にリンクする形でイエズス海日本管区の新しい不況地が存在していましたので先ほどの所簡で紹介しましたようにベトナムでも日本情報にアクセスすることが可能になったわけですではここから50年代初頭の年報について3点見ていきたいと思いますこの年年度年報 では南蛮貿易の断絶から日本の情報が入ってこないことその理由はポルトガル人スペイン人に貿易が閉ざされているためというふうに書かれていますしかしイエズス海日本管区は日本に赴きトンキンで司祭たちに出会ったオランダ人から情報を取得していましたそこでは迫害の継続がさらに 過劣になっていた状況やある都市では80名近くのキリシタンが処刑されたことまた潜伏キリシタンへの言及もあります先ほどお話し,しました小西満所は殉教を遂げましたけれども信仰を放棄してしまった余儀なくされた宣教師への言及もありましてその宣教師が信仰を取り戻すとこういった形で宣伝されたということになります また日本の皇帝すなわち三大将軍の家光の死に関する情報もありこの将軍の死によって迫害が緩和するであろうといった期待もここでは報道されています今回は1650年代60年代の一部の日本関係資料を紹介しましたこれは近況鎖国日本に関する伝聞情報とその発信の記録というものです そこではキリシタンの殉教皇帝の死布教公益再開への希望というものが繰り返し表明されていましたそのような情報事実のみならずその背景にあったのは海域アジア世界の経済リンクあるいは交通網であったりこれとクロスオーバーしたカトリック修道会の情報網であったということもこの資料からうかがえます すなわちアジア域内からローマに至る情報の流れそれを反映した資料でもあるというふうに結論できるかと思いますしたがってボクサーの言うような日本への夢をキーワードに資料を読み解いていけばいわゆるキリシタンの時代を超えた時間軸でバチカン資料を活用でき日本に関する言説やテキストの表彰そのような材料としても新しい光を こういったバチカンの資料に充てることができるのではないかと考えています最後になりますがプロジェクトの関係者の皆様とこれまで調査を通じてお世話になりましたポルトガルスペインイタリアそしてバチカンの文書館への,への感謝の思いと,とともに私の発表を締めくくりたいと思いますご清聴ありがとうございました でえー、この山本進次郎さんについては、阿久根先生もさっきちょっと見せてくださいましたけれども、えー、この通り、えー、軍人で、海軍軍人でありまして、そして、あの後半生はあの皇室に仕えて、えー、昭和天皇の,よあの近くに、えー、控えてあの、奉仕をした人物ですので、何かと神話のようなものがあの多くありまして、 果たしてどこまで山本氏が貢献したことでありあるいは風文は一体何なのであるかということも確かめる必要があるなと思いましたので特別に研究させていただきましたそしてまた山本氏は調べてみるといろんな重要人物との関わりがありまして山本氏を軸にして研究していくと当時の日本の状況や 教会の状況がよく分かるのであの、その動機をもって研究させていただきました。で、この山本信次郎氏は、まあ、私が探求した結果あの、日本に最初の教皇施設が、えー、派遣される大きなきっかけを作った提案者であるということが、えー、見出されました、このバチカンの資料によると、山本氏の名前はほとんど出てこないんですね。 決定されたののは当時の教皇ベネディクト15世でありベネディクト15世とその周辺の枢機教たちの動向はあのバチカンの資料ではっきりするんですけれどもこのどこに山本氏が関わったのかっていうのはさまざまな資料をこう付き合わせないとなかなか分からないんですね。ですのであのバチカンの方で出されている辞書では日本に教皇施設が派遣された 1919年11月26日の任命はベネディクト15世の最下によるものであるということが定説になっておりましたでただ山本氏が教皇施設を送ってほしいと言っている確信の、えー、一つ大事なところは日本の国益になるという確信からでしたそれは今日では疑う人いないと思うんですけれどもあの当時はやはりあのその後山本氏があの天皇の側近になったりしますから 訓足の官といってです、ね、あの近くで天皇を惑わすけしからやつだということで、暗殺の危機もあったわけです。で、レジュメにちょっと載せさせていただきましたけども、あの井上順、えー、之助、壇、拓磨の次に暗殺されるべきだが、貴様だと、山本氏が自分で脅されたと書かれているんですが、これは1932年、昭和7年の1月、2月に暗殺された。 決明団事件の犠牲者ですね、井上淳之助氏と段琢磨氏は経済人でしたが、あのしかも、決明団の人たちが、えー、使用した武器を提供したのは海軍の若い将校たちだったとで、山本氏は誰から脅されたかは書いてないんですけれども、これからすると、海軍の身近に彼を狙ってた人もいたということが類推されます。 山本氏はあの多くの記事を残され、えいろんなところで発表とかあしていらっしゃいますが、一番肝心なことは誰にも伝えないで、そして歴史の作業によってその功績が発掘されたと言って良い方だと思います、えー。そのカトリックの信者だということよりも、私は同じ日本人としてあの山本氏があの えー、貢献されたこの、強、え、行、ー、施設の提案者、提案をして実現したことが、今日まで続いているということをあの、心から感謝したいと思いますし、皆さん、多くの人に知っていただきたいなと思いまして、えー、発表させていただきましたご、えー、ご清聴ありがとうございました。 1925年のものが前代未聞の希望ということで入場者100万人,100万人という数字を誇る企画であると。それがあの実は25年なんですけれども開会式は12月21日前年のですね1924年ということでねあの教子も参加されてで1年間続くということですね。会場は えっといわゆる松ぼくりの中庭で,ですねあの、えー、っと,というコグティレ・デ・ラピーニャですねバ,バチカン図書館と現美術館の間ですね主要な会場になるんですただあの出品が予想より多く集まったので会場はバチカンの庭園の一部も閉めるようになりますこれが、まあ、現在の府警なんですけれどもそのど真ん中にこの松ぼくりの形をした えっと実は古代ローマ時代の噴水の後なんですけれどもあのネロテイ・パンテオンのというところからあの、まあ、出てきたものなんですけどもバチカにはやはりあのルネッサンス以来のそういうローマ古代ローマのですね美術を集めるものなんですけどもこのようなところでありましてちょっと早く進めていきますけれどもこれもその当時の報道写真であって。 えとこのように埋まってくるんですねあの、まあ、いわゆるあのあの組み立てた、えー、ものなんですけれども仮のものがこのようになりまして、えー、とこちらの左側に見えるのは実,実はっ、えー、と後で言いますけれどもそれ,それこそ異民族異文化の見せ物として見せというかその。あの あの肝心のニュースに日本産科の特殊性についてちょっとだけあの、えーとえー、言及しておきたいと思いますあの。日本化が注目されるわけなんですけれどもそ,れその理由何であるかっていうことはまず遅れたことですね。要するに2ヶ月も遅れてオープニングされてよそがいの展示品の数で展示スペースも拡大してまた開会意識する。それから教が 数回訪問しているととうことなんですけれどもそからもう一つはあの唯一の例としては国としての,あの展示品ね送られていることなんです完全に国というような形ではないんですけれども確かにそういうようなことがあるわけなんですそれ2か月の遅れでオープンしてだから2月に オープニングしたにもかかわらず4月にまたオープニングするというようなことです。で日本から派遣されるのはえー、っと、まあ、博物館学者の棚橋源太郎という方ですね当時あの東京博物館要するに国立科学博物館の館長正代館長でもあった方で、えー、とそこに参加するというものが。 えー、あるわけなんですあのこっちのこれも報道写真なんですがこれはあの教皇が日本館を訪れるあの場面なんです。で,あので日本においてあの、えっと、布教に携わる主導会が送ったものがあると。ね、でその中に送ったもあの、えっと、パリ海外選挙会があの担当しているわけなんですけどもほとんどいわゆる日本文化に関するものですね。 あの伝統文化ですね、それから宗教文化ですね、このようなものを展示されているんですが、あの言うまでもなく、このバチカン100人プロジェクトということで,で、すねあのいろんな方々の協力を得られたことが感謝しております。ごご清聴ありがとうございました バチカンのまあ存在というのはもうトランスナショナルということは皆さんよくご存知でありますしそして大使、えー、ヌンツィオという存在は実はいわゆるその世俗国家の大使よりも本来は地位が上という、まあえー、位置づけになってまいりますあの実は国連ではですねここに書いてあるんですけれども聖座という言い方をですねホーリーシーと言って実はバティカンというふうには言わないんですね でこのホーリーシーという言い方というのはまさに、まあ、世界13億、10億えいろいろ言われるわけですけれども、にいるそのやはりカトリック信者を背景にしているホーリーシーとだからいかにそのグローバルな影響力を、えー、そしてそれは必ずしも宗教的なものとは限らない政治的なもの、民主主義ですね、そうした非常に近代的なものとも実は非常に親和性が高い。 そしていよいよ日本との関係ということで先ほどの,あのです、ねえー、バチカンと日本の国交樹立1942年節と1952年節があるということで一応42年ということだとしたならばですね、まあ、その戦争の真っ最中です、ね、太平洋戦争を勃発後になぜバチカンとです、ね、日本が国交樹立したという、えー、当然疑問が湧いていきます。 でこのピュース十二世ごめんなさいピュース12世に関しましては。 えとですね、先ほど述べたそのナチス・ドイツとの関係においてです、ねまあ、戦後さまざまな批判があることもありましてです、ね、バチカン側がこの文書をです、ねえー、あの閉じておりましてなかなかあの見ることができなかったんですけれども39年までは見れたんですけどそれ以降が見れないという状態が続いてたんですが、えー、今年実際は昨年だったんですが まあ、コロナ感染症の拡大でですね実質上今年の、えー、3月でですね、えー、その公開が始まりまして、えーでえー、と一っまたコロナで閉じたりして実質上今年の6月だから実にまだ数ヶ月しか時間が経ってないんですけれどもあのこのピウス12世の文書がですね開いてきましてで特に、えー、とこの原田県ですね えーまあ、その初代の、えー、当時は大使ではなくて公使という、えーまあ、身分であったわけですけれどもこのバツカンにです、ね、派遣をされてです、ね、彼はもともとビシー政権のフランスに派遣されて、えー、非常に経験なカトリック信者でもありましてです、ね、そうした流れでバツカンの方に行きそしてバツカンの中には先ほど述べたです、ね、ルーズベルト大統領の個人特使のテイラー氏がいる。 つまりアメリカの代表とですね日本の代表というですねまさにそのパールハーバー以降ですね激しい戦争を戦っている日米のですね敵国同士の間でですねいわゆる、その機密なですね秘密な終戦工作が実は行われていたと。 残念ながらこれはです、ねまあ、成功するに至りませんでしたので、まあ、よく言われることですがこれが成功していれば、まあ、広島、長崎への原爆投下もなかったのではないかと言われるぐらい重要な、えー、ことであったわけですが、えー、これ、当時の,あのです、ね、朝日新聞のものがです、ね、実際に原田健氏が罰ンに派遣されていることを報道したものになります。あの ちょうど大体時間になりましたので私の報告は以上とさせていただきます。ごご清聴ありがとうございました